リンとニトリの1週間できた。見てください、松岡先輩。んだよ。来週の中間テストの勉強スケジュールを組んでみたんです。ごまけ。部活と勉強を両立するにはこれくらい必要だと思って。いや、それよりお前ちょっと机の上片付けろよ。そんな机じゃ集中できねえだろ。ご心配ありがとうございます。でも大丈夫です。何がどこにあるかはちゃんと分かってますから。これはグミだし、これはスプーン、耳かき、辞書辞書。おかしいな。先輩、ちょっとここ教えてほしいんですけど。待て。この場合先行詞は時間を表す the time だから、関係副詞は when。 Now is the time when I must try hard。 今こそてめえの全てをかけて挑戦すべき時。すごいです、さすが松岡先輩。これくらい頭に入れとけ。それより机の上片付けろっつったろ。すみません、少し片付けます。いや、これただ積み上げただけだろう。根本的解決になってねえよ。そんなに怒らなくても。大体なんでこんなものが溢れてんだよ。ちった捨てるとかしろよ。でも僕にとっては大切な思い出が詰まったものばかりなんです。先輩にもあるでしょ、捨てられない思い出。これは？それは僕のへその緒です。そういうのは実家に置いとけ。おい、どんどん積み上がってきてねえか。でもみんな勉強に必要なものなんです。これは？それはミジンコ観察日記です。小学校の時の日記で、もしもの時必要になるかと思って。ならねえよ。物理のノートはと、あったあった。痛いです、先輩。いい加減にしろ。こっちが集中できねえ。もういい、俺がやる。はい。これはここ。はい。これはあそこだ。はい。こういう門はこっちだ。はい。この手の本はベッドだ。はい。すごい、すごいです。こんなに完璧に片付くなんて。ありがとうございます、先輩。次からは気をつけろよ。おお、どうした松岡。部長、部屋変えてください。行かないで。例の飛び込み猛特訓。